皆さんおはようございます。作家でヨガ講師かこです。今日はあのレッスンオフの日なので、普段は <laughs> ヨガウェアであの結構ライブしていることが多いんですけど、今日私服を着ております。 はい。今日も朗読ライブしていきます。私、離婚します妻たちのつぶやき。今日は、まあ、第2章にも入っておりまして、えー、離婚という言葉が頭をよぎりながらも、離婚しないで夫婦生活を続けている妻たちの,あのドキュメンタリーを読んでいきます。今日の,あのタイトルは、自立した妻の強み、深、え、山、ー、恵子さん。 当時取材したとき48歳。えー、2005年の出版ですから、もうそろそろね、もう68歳になられてますかね、もう20年経っちゃうんですね。今、どうしているんでしょうか。ちょっとお会いしてない方は、今ね、20年後どうなってるのか、あのー、見てみたい、それぞれね、あの感じがします。はい。じゃあ、朗読してまいります。 美山恵子さん、48歳は薬剤師として働いている。高校生の息子と中学生の娘、夫、夫は51歳、と夫の母、84歳の5人で暮らしている。小柄で目がクリッとした可愛らしい人だ。えー、恵子さんが夫と知り合ったのは26年前、恵子さんが22歳の時だ。 たまたま出席した友人のお姉さんの結婚式で彼と出会った。二人は意気投合うし再会を約束する。慶子さんは山形で薬剤師として働き出したばかり。夫は画家を目指して修行中、遠距離恋愛が始まった。三年間の遠距離恋愛の末、二人は入籍だけして別居結婚の形を取った。 夫の両親が結婚には猛反対したからだ。夫はまだまだ画家として食べていけなかった。さえとて画家を諦めて就職する気もない。恋は障害があればあるほど燃え上がるもの。い子さんは当時を振り返って言う。あの時結婚しなくてもよかったと今になって思います。人の気持ちって不思議ですよね。 反対されればされるほど2人の気,気持ちは燃え上がったのですそれに田舎にいると男の人の顔がみんな同じ顔に見えるんですねそれぞれ姿形は違うんですけどうーん表情が同じっていうのかなその点からは画家になるという夢を持ちその夢にまっしぐらのところが魅力的に感じました。 恵子さんは山形で薬剤師としてバリバリ働きながらたまに訪れる夫との王政を楽しんだその間恵子さんは心惹かれた男性と恋愛関係になったこともある恋愛に関して自由な考え方を持つ女性である結婚しているということが縛りにはならない人を好きになるのは誰かに止められるものではないと思うんです だから、夫に好きな人ができても仕方ないと思います。その時はこれからどうすればいいか、好きな人がいても私と生活を一緒にしたいのか、そこが大事なんじゃないでしょうか。恵子さんがいかに自分自身に自信を持っているかがうかがえる発言だ。彼女は薬剤師として経済的自立を果たしているから言えるのだろう。経済的基盤のない専業主婦にはとても言えないことだ。 ケ子さんは2年間の別居結婚を経て、東京で夫と暮らすことになる。夫の兄が不幸にも自己死してしまったので、夫が実家に戻ることになったのだ。ケ子さんは夫の両親と兄嫁と、その息子と同居することになった。別居結婚から一気に大家族の嫁となった。大家族が住む には、申し分のないほど夫の実家は広かったので、新婚気分を味わうことができた。夫は画家として修作をえげ描きつつ、絵画教室を開くようになり、少ないながらも安定した収入は得られるようになった。恵子さんは二人の子供に恵まれた。子供たちが可愛くてたまらなかった。この頃、兄嫁とその息子は別に暮らすようになる。 見ちたいた日々を送っていたけいこさんのもとに、一通の手紙が届いた。けいこさんが大学生のときき合っていた男性からだった。その男性は高校時代の2つ上の先輩だった。同居の懐かしさと過去の甘酸っぱい思いが重なった。文面は何気ない近況報告だった。後ろめたいことなど何もないのだが、夫にはその、ね、手紙のことは内緒にした。 実家での同居生活の家計は当時は健在だった夫の母が握っていた。豪邸に住んでいる恵子さんだったが、夫の収入は少なく暮らしは質素なものだ。子供が幼稚園に入園したのをきっかけに恵子さんは薬剤師として働き始めた。画家の夫が勤務先まで送り迎えしてくれる。旗から見たら申し分のない仲良し夫婦だ。恵子さんはパート勤めの傍ら。 趣味でジャズダンスも始める夫は子供の世話や家事もよく手伝ってくれた夫は家で絵画教室以外は一日中絵を描いているぼちぼち個展を開けるようになっていたが就任にはなかなか結びつかなかった薬剤師として有能な恵子さんは正社員にならないかと勧められる6年のパート勤めを経て正社員になった 恵子さんが毎日9時から5時まで仕事をするようになると、夫は自ら食事の支度もするようになった。職場へは相変わらず夫が送り迎えしてくれる。恵子さんにとってそれがだんだん苦痛になっていった。 ななんんだかカゴの鳥みたたいでで嫌になったんです夫の優しさかもしれないけど夫はいまだに自分の好きなことだけをやっているんです私は家族のための私は家族の生活のために働いています世間の夫と同じように稼いでいるんだから夫が家事をやるのは当然だと思います。 うちは妻と夫の立場が世間の逆なんですでも重要なことは重要なことを決める時は2人できちんと話し合いをしますけどある時恵子さんがホームページを見ていると昔付き合っていた彼のホームページに行き着いた結婚当初近況報告の手紙を一度くれたきりだったその手紙は今も大切にしまってある 彼はニューヨークで実業家として成功していた恵子さんはホームページからメールを送ったそれ以来メール友になっている仮想恋愛かないつまでも女でありたいんですドキドキワクワクしたい彼と会ってどうこうしようという思いは全然ないんですただニューヨークで活躍している彼の行動を聞くとこっちも元気になるんです夫に最近白髪が目立ってきたなって言われました あんたには言われたくないよと思ったという恵子さん。今恵子さんは感動,できることを感動できることとライフワークが欲しいという子育てが終わったら夫婦関係をリセットすべきだと思うんです。その時まだお互いに一緒にいたいと思うなら一緒にいればいいし他に好きな人がいればその人と暮らすべきです。 その時一体どんな気持ちで迎えるんでしょうねはい今恵子さんはねどんな気持ちでいるんでしょうか結構あの今日の、えー、朗読ライブ宮間恵子さんの話いかがでしたかまあお仕事を持ってね経済的自立を果たしている人はふん,ふんふんふんって聞いているかもしれないですけどちょっと専業主婦の方意外にショックを受けておりませんかなんかすごい強気だなというか、まあ、プライドが高い ということですよねあのー、あの人誰だっけえっ、ー、と丸山さんちょっと今出ないから言うのやめようはいまあ確かにね人を好きになるってことは誰かに止められるものではないと思うんですねだから夫に好きな人ができても仕方ないと思います。 その時はこれからどうすればいいか、好きな人がいても私と生活を一緒にしたいのか、そこが大事なんじゃないでしょうかって、まあすごいね、こんなこと私は多分言えないなと思いますね。あの、それだけ薬剤師としてバリバリ、あの、恵子さんが働いていたから、あの、言えることですよね。はい、あの、まあ恵子さんとは実は、あの、このドキュメンタリーの取材をした時は、すごく私を仲良くさせていただいて、 だんだんね、な,なんとなく、あの、窓、ま、多、あ、くなって、今どうしてるのか、本当にわからないのね、このロードクライブ聞いていて、私のことだと気がついたら、あの、連絡くれたら嬉しいんですけど、まあ、この恵子さんには私も、あのー、いろいろ教えてもらいましたよ。というのは、まあ、私の場合はですね、えー、専業主婦時代が8年間、あのー、 結婚して、まあ、すぐに子供ができたので、できちゃった結婚ではないんですけど、すぐに、あの、否認とかしなかったので、すぐに子供ができちゃって、まあ、 あの出版社に勤めてたんですけど妊娠6ヶ月で仕事を辞めざるを得なくなって辞めて家庭に入りましたねでも家庭に入った時に今まであのお料理とかやってなかったので、まあ、テレビの料理番組とか料理の本を見て、まあ、再三度外視で毎日何を作ろうかってワクワクして結構料理って楽しいんですよね。 で、やったことがなかったから、あの、お料理を作るというのは結構創作的なことですごい楽しかったんですよね。で、瞬、ま、たたく間に、あの、料理作りが慣れてきたら、まあ、子供が生まれて、子供が生まれると本当に3歳まで、あの、自分の時間がないくらい忙しいので、まあ、子育ても専業主婦だったから、やんちゃな男の子。 2人育てましたけど楽しみながらできたのはありがたいなってあのまあね本当がちゃんと働いてくれたことでいたことにも当たり前といえば当たり前ですけど、まあ、当たり前ということはこの世の中に実はなかったりしますので、まあ、その点は感謝ですね。そそしてその後 えっとまあ、フリーの、えー、エディターとして働きました。あの月1回の編集会議に出てあの企画を出してその企画を担当したらいろんな先生に原稿を送って原稿を来たら構成してっていうねあの家でできるあの編集の仕事をしていました。でそこからあの実は、まあ、子どもが育った時に小学校とか入りましたのであの子どもの塾代がすごい 高いんですよねなのであのちょっと仕事しなきゃっていう思いになりましてあの内緒で某,某出版社の試験を受けまして、まあ、受かったので。 フルタイムで働き出したんですけれども朝の10時から5時まあ10時っていうね遅い時間だからよかったんですけど10時から5時で当時はそこの会社がすごくあの就業条件が良くて、まあ、ほとんど残業しないで帰れてでもそのうちだんだん慣れてきてもう残業残業残業っていう感じになってしまったんですけど。 あの教育情報雑誌をね。あのきょず教材をねまあ、作っている会社だったんですけれども、なかなかね。あの専業主婦がでいると、夫は家事をしない。妻が家事をするっていうあの分業状態になっているので、妻が働き出した時に夫は手伝わないんですね。だから妻だけが重労働になってしまいます。 まあ頭痛肩こりでしたね、はいまあ、そんな中であのやっぱり何でしょうね働かなくなるそれから自分の収入がなくなるってことはやっぱり自由な翼を自分から手放してしまったっていうことにつながるかなと思うんですね。で結構、まあ、この恵子さんとは趣味のジャズダンスでお友達になったんですけれどもこの人本当に自由人で。で私自身もその 有料レッスンっていうのがあって有料レッスンに参加するとあの舞台に立てるんですけれどもやりたいなと思ったんだけど、まあ、土曜日なんですよねであの舞台に立つとなると、まあ、リハーサルも何度もあったりとかそうすると本当に数ヶ月土曜日が毎週あのダンスのレッスンになるん、ね、でやりたいんだけど迷っててそれは何で迷ってたかったら夫に遠慮していたんですね。 そしたらこのけい子さんに「なんで?」って自分がやりたいことがあったら「やればいいんじゃない?」ってパッとあっさり言われて「なるほど」と思って <laughs> それでまあ恐る恐る夫にあの「こういうねジャズダンスの有料レッスン受けたいんだけど発表会もあるんだけどあのいいかしら?」って言ったら「いいよ」って言ってくれてまあ,あの参加しましたね。そここからなんなんかいろんなことががれてあの夫の縛りが 少しずつなくなくっっててきたののかなっていうねその縛り夫の縛りをあの突破するにはこの恵子さんのアドバイス恵子、まあ、さんはアドバイスをしたつもりは多分ないんですよね自分の思ってることを言っただけだからこの恵子さんから私もずいあの学ばせていただきましただから今この恵子さんどうしてるんでしょうね、まあ、20年後会いたいなっていうふうに思いますまあやっぱり女性も男性も あの自立しないとあの自分に自信が持てないかなっていうふうには思いますね。やっぱりあの経済的な自立っていうのは男も女も必要かなというふうには思います。はいい今日の自、えー、自立自立している 自立した妻の強み三山恵子さん48歳のドキュメンタリーはいかがだったでしょうか何かこのね私離婚します妻たちのつぶやきから、えー、参考になることがあったら嬉しいですさあ私は別にあの離婚を奨励をしていませんただ自分がどういう選択をするかどうすれば幸せになるのかそして自分だけじゃなくて周りの人も幸せになるのか子供をね不幸にしないのかということをねあの 考えてていいいたただきたいなって思います子供は親をね選べま,せんまああのヨガ哲学とか仏教哲学とかから言うとまあ因果愚事原因結果であの親を実は子供が選んできてるっていうふうには言うんですけどね、まあ、一般的なあの話で言うと親は選べませんよね。 あの運命論とか生命論から言うと親を選んでいるんですけどねだからそんな意味ではね自分 あの親御さんはやっぱり子どもが幸せになるってことを自分の幸せももちろん大切にしつつ子どもがね幸せになる選択をしていただければなと思いますで子どものためにあの離婚しないで我慢したっていうのは絶対に子どもに言わないでほしいなと思いますなぜかというと離婚しないという選択もご自分がしたことなんですねだから子どものせいにするっていうのはやめていただきたいなっていうふうに思います そしてあなたがこのね朗読ライブ聴いてるあなたが幸せになっていただけたら、えー、作家でヨガ講師過去こと森本和子私もあの嬉しいです、はい。それでは今日の朗読ライブ終わります。はい 私、離婚します妻たちのつぶやき森本和子著アースメディア発行です。はい、この本はあのアマゾンやあの楽天など、ね、BK1 もまだあるのかな、ネット書店ではすぐ買えますし、多分アマゾンとかだと翌日届くんじゃないですかね。もちろんあの本屋でも注文すれば買えます。もう古い本なので、2005年出版なので、本屋にはあのどこの本屋さん見ても、出版当初は、ね、結構いろんなところで。 紀ノ国屋でも実は平積みになってたんですよ。でももうね、古い本なので置いてません。ただリクエストすればあの購入できますのであの、朗読ライブを聞いて、ちょっとじっくり読んでみたいなっていう方はあの、ご購入して読んでみてください。はい、それではまたお会いしましょう。はい、そして最後にえこちらですね、作家でヨガ講師、過去こと森本和子のえ公式 LINE の QR コードになります。あの今 パソコンでこのライブを聞いていらっしゃる方、またはアーカイブでこのライブを聞いてくださっている方、スマホでね、ぜひ読み取っていただいて、私の公式 LINE に登録していただきますと、えー、もれなく3点の動画をプレゼントします。顔顔ヨヨヨガガガごめんなさい顔ヨガ骨盤調整ヨガ呼吸法と瞑想の 動画を3本プレゼントしていいますはい、あとそれですあのお得なねあの月に1回は、えー、無料でズームであのオンラインレッスン顔ヨガですとか骨盤調整とかパワーヨガとか美脚ヨガですとかあのその時にリクエストがあった、えー、ヨガを動画でねあ動画じゃなくてあのオンラインであの無料で レッススン受けられるようにあのサービスとしててやっておりますそして私がねあのもう本当にヨガ歴は23年ヨガ講師歴は12年なんですけれどもヨガの講師になってというかインドに2013年ヨガ修行に行って呼吸法と瞑想を深めてきましたそのおかげで まあ、コロナにもかかってません。インフルエンザにもかかってません。そして、あの風邪もひいてませんで。昔の私はもう冬になると、絶対に1回は風邪をひいて、もうそんな熱は出さないんですけど、鼻水が出たり、咳ごほごほっていうのが、まあ、1週間以上続いて。 まあ昔あのバレエの舞台見に行った時にでもチケット買っちゃったから咳込んせき込んでても行ったんですよねだからマスクしてえっと咳止めを飲んで行ったんですけどそれでも咳が出ちゃって咳が出るたびに飴をなめてあの舞台を見,見,に見たっていう経験があるんですけど本当に毎年あの風邪を引くっていうのが私だったんですけれどもインドでヨガを深めて、えー、呼吸法と瞑想まあ 毎日私はあの朝6時に起きると呼吸法と瞑想をやってますそのおかげで、あのー、健康なんですよねで金曜日以外毎日あの私レッスンやってます歓励を過ぎてますが本当に元気で過ごせていますそれは呼吸法と瞑想で自律神経を整えるんですね であのある瞑想の恩師が言うには、瞑想は脳トレだと、脳を鍛えると。っていうのはまあ、あの前頭葉の働きを活発にしたりとかね、ね脳も活発にしていくということがあります。で、自律神経を整えると、免疫力もアップするんですね。そして私もあの呼吸法と瞑想をやることによって、日々ね、ストレスはあるんですけれども。 ストレスフリーで毎日笑顔でそしてさまざまな小さなことに感謝して幸せを感じながらあの生きていることができるんですね。で昨日もあの綺麗な景色見てすごい感動しちゃってあ幸せだなって些細なことで幸せを感じられる自分自身にあの成長しておりますで。それは本当にヨガ哲学や呼吸法 いや瞑想を毎日実践しているおかげです本当にあの感謝しています。そしていろんな人たちに支えられて生きてるんだなっていうね、感謝の気持ちも持てる自分自身になっております。さまざ、あ、まなことをね、あのヨガ、リアルの過去ヨガスタジオでもお伝えしていますので、あのぜひあの来てください。そして、まあ、直近ですけど、明日14時から。 15時まで、チャクラ瞑想というのをやります。体の中に7つね、ヨガの考え方ですけど、チャクラがあるんですね。で、私の本を買ってくださった、ヨガの幸せに生きる知恵という本を買ってくださった方には、口絵にそのチャクラに火がと思った絵があ、絵というか写真をね、載せてるんですけど、ただこう、私、あの胸の前で手を合唱してるだけなんですけど、胸のところに光がともってる写真が撮れました。スマホであの あの夫が撮った写真なので何ので何細もしてませんだからすごい不思議だなと思ったんですけどやっぱり人間の体の中に生命センサーと言われるチャクラが厳然とあるんだなっていうのを実感しましたでそのチャクラの流れが悪くなるとあの体にねあのどっか不調が起きるという風に言われてますなのでチャクラ瞑想それぞれの7つのチャクラに沿ってマントラがありましてそのマントラを唱えますで でその後マントラ唱えた後5分ずつぐらいでねあの瞑想していきますでその瞑想して感じたものをみんなでシェアしていくっていうとても楽しいそして元気になる「桜ャクラ瞑想」っていうのを明日2時から5時までやりますのであのご都合いい方は是非あのお申し込みをして参加していただけたら嬉しいなと思います。 はい、もちろん有料1万1000円、参加費は1万1000円になります。リアルスタジオでは5名、オンラインでは10名あの参加できますので、ぜひ参加していただければ嬉しいです。それではまたお会いしましょう。作家でヨガ講師、加古でした。あなたの潜在意識を目覚めさせ、あなたを笑顔に変える。ヨガ講師、加古でした。さようなら。